ひろさん。はい。金のクマさん武器が使えるらしいぞ。知ってますけど。え？早くない知ってんの？俺今つけたばっかなんですけど。うなちゃんが遅いんですよ。しょうがない。なんかスノーボード行って帰ってきたらね、みんな社畜してた。そうですよ。一人だけ遊んで。みんながバイトしてる中で？そうですよ。なんでサボってんですか？たまには遊びたいじゃん。いつもだろ。はい、よろしくお願いします。どんぶらこ、おい、どこ行っちゃったの？なんですか？あ、いる？ちゃんといますけど、ずっといますけど。ちゃんとやってくださいね、バイト。は、こっちのセリフですよ。なんか僕は今日バイトをやってて上手くなったんですから。え、めっちゃ上手くなったんか？そうですよ。でもさっき実は一人でやってた時にひろさんに助けてもらったんですけど。ひろさん。はい。ひろさん助けて、聞いてる？話。聞いてますよ。聞いてないでしょ。え、聞いてますけど、だって誰に話してんだかわかんないです。だって、ヒリオさんに助けてもらったんですけどって言ったら、なんか違う視聴者さんに話してんのかなって。二人しかいないのに誰と喋んのじゃん。だから視聴者さんに向けて喋ってんのかなって。視聴者さんには俺喋んないよ。だろ、もう喋んないよ。なんで喋れよ。なんでだよ。聞いてるか視聴者。聞いてるか。かわいそうだろ、視聴者さんが。だって答えてくれないもん、今帰ってこないもん、返事。俺も悲しいじゃん。返事がないからは楽し、あれか、悲しくないと思ってんのか。やばい、危ない。倒してみるか。倒しましたけど、うぬちゃんと違って僕はずっと鮭頑張ってたんですから。なんだよ、人がずっと遊んでるみたいに。別に遊んでたじゃないですか。うぬちゃん、これ入れてるって。入れてるよ、今こっち。投げて。投げてますよ。早く来てる来てる。ね、ドスコイじゃなくて鉄球来てる。だから近くに来てから倒せばいいでしょ。うん、そうだよ。じゃあ倒して入れといてもらえてくるから。あ、もう次も25個いったから。はぁって何？うわ、最低なんですけど。うわ、やられてる。そりゃそうでしょ。じゃあ俺もやられる。僕これインク管理難しい武器なんですから。撃ちすぎ、撃ちすぎ。撃ちすぎじゃないですよ。うのちゃんのこと助けに行ったの。うのちゃんはそそくさと逃げちゃったんですか。逃げてないよ。助けに行ったやつなんだよ。逃げてる。ダメだよ。喧嘩、聞いてるか、ちゃんと話。話聞いてますよ。なんか、寝てたべ。そりゃ寝てるだろ。予定より遅いんだから、うなちゃんが帰ってくる。もう9時過ぎには帰るよ。9時過ぎには帰るよ。なんか、ごめんひるさん、ちょっと遅れそうだ。って言って、結局、11時過ぎてるじゃないですか。しょうがない、渋滞してたんだよ、車が。日曜日のな、夜はな、あの下り全部渋滞だったんだよ。そりゃそうだろ。知らないよ、俺車乗らないんだもん、普段。家でゲームばっかしてるんだから。そうだよ。ひろちゃんは家でずっとゲームしてればいいだろ。もうたまに遊びに行かせろよ。ずるいじゃない。僕だって行きたいの。ひろさんはどこに行きたいの？僕だってスノーボードやってみたいですよ。やったことないんだよ、ひろさん。やったことないですよ。でもひろさん多分できるよ。できますよ、僕きっと。ひろさんよく滑ってるから。できそうな気がしますもん、僕。ひろさんよくギャグ滑ってるから。スノボも滑れる。うのちゃんには負けますけど。うのちゃんしょっちゅう滑ってますから。うるせえよ。なんで仲良くやろうと思ってんのに喧嘩なんですか。喧嘩してるわけ違うよ。ひりおさんがひりおさんをするんだよ。それはまた人のせいにするんだよ。違うもん。最低なの。もうずっと浮き輪のままでいた方がいいんじゃないんですか。そんな何今の言い方。うのちゃんの真似ですけど。だからいいんです。これうなちゃんの真似ですけど。俺そんなことしないんですけど。うなちゃんの真似です。いや俺そんなことしないんですけど。しますけど。なんかねっちょりしてる。だからうなちゃんねっちょりタイプだ。俺ねっちょりしてないだろ。ねちょねちょしてるだろ。ねちょねちょしてないだろ。ねちょねちょしてるだろ。どう考えても。やばい、落ちる。ねえ、なんか落ちた。ねえ、うぬちゃん下手っぺなんです。違う、今風に落ちたもん、どんぶらこの間です。ほんと最低だな。
ってくる。ちょっと浮き輪でいた方がいいですよ。なんで見てんだよ、俺の浮き輪を。これ。何？寄せた方がいい。うん。さっきも実は寄せた方が良かったと思ってた、ずっと。いや、もう寄せた方がいいですよ、これ。うん、全然いいよ。これ使うわ、もう。はい。ウェブさんなので。うん。倒す倒す。はい。はい、ナイス。はい。ユーナイス。はい、僕はナイスなので。もうスペシャルないからね。はい。はい、よろしく。柱はきついので先に絶対倒してください。そうですね。この武器たちで柱きついと思ってます。はい。これ寄せた方がいいんじゃないですか、イロさん。カモンします。だから寄せてくださいよ。違う、俺らだけ、みんなで寄せないと。ほら、ちょっと、みんなで寄せないと、イロさん、これ。あ、ガイさん、まだいいよ。まだいい、まだいい。皆さん、ジグに連れてきた時に使おう。いいんですよ、僕はもう一個持ってんですから。それ自分でいっぱい行った時使う。だからいいんですって、これ使った方が。まあまあいいや、まあありがとうございます。使ってくれるのはいいことよ。そうですよ。はい、君が使わないよりいいだろ。皆さんそろそろ内装を持って、ヒロさん内装を持って。今チャンス、今チャンス、すげえチャンス。あそこにやっぱ保ってんのよ。早く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 、ここに2匹保ってるから。ほら、だから寄ってるじゃないですか。なんでそうやってやってんのに言ってんですか。ありがとう、やってくれて。そうです、そのカンちゃんの気持ちを大事に持っていなさい。おかげで勝てますよ、見てください。そうすれば救われるでしょう。ノルマが一個ずつメーターが進みました。そうです、ナイス、イレオさん。そうです、ナイス。あと任せてください、俺に。バイバイ、イレオさん。バイバイ。バイバイ。味方大丈夫か。あー、ひどいこれ。なんか変なところで落とされたし。はい、クリアしました。まあ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 、余裕でしたね。ふぬちゃん、さっきまでクリアできなかったんでしょ。ああ、僕のおかげですね。なんか急に喋り方変えた。これでなんですけど。変えたの？変えてないですけど。それ面白いから、あと1週間ぐらいそれでやってほしい。嫌ですよ。続けてください。これノーカットだから。これうぬちゃんの真似なんですから。俺面白いじゃん。だから違いますよ、うぬちゃんつまんないですよ。なんでなんでな。いや、今のそれ面白かったよ。俺の真似なんですよ、面白いじゃん。だから僕の、僕が真似するから面白いんです。まあじゃあずっと真似してもらっても構わないけど、それから俺ヒルさんの真似するからいいよ。嫌ですよ。ふなちゃんが真似したら僕つまんないみたいになっちゃうじゃないですか。ヒルさんは面白いよ。僕面白いですけど。こっちですよ、ふなちゃん。はい。本当に遅いんですから、ふなちゃんは。待っててね。重いんだよ、この武器。ジムワイパー。何？あ、ワイパー強いですよ。重いって言った。ワイパーは、違う、ワイパーは強いですよって言ったの、僕は。で、今叩いてくるから、ほら。てか接近戦でそうやって横振りしてるだけで強いですから。そう、強いんですよ。はい、これ倒せるかな。無理だ。無理ですよ、ウナちゃん。それインク出ないんですから。これ無理だった。ウナちゃん帰ってきて。はい。あ、これ柱先に倒した方がいい。柱は俺無理だから倒して。はい、僕が倒すんで安心して。オッケー、これ閉じてる敵も倒せるわ。いいよ、ナイス。俺強いよ。戻るよ。あ、これ倒してあげるか。はい、いいよ。ジムいいね、ジム。ジム強いですよ。本当にジム強いです。ジムいいわ。はい。ジムだけでいいわ。そうですよ。いや、ジムだけだときついです。そうですか。はい。そうですよ。そうです。ジムで任せた後は。やばい。あ、ごめん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 。やばい。ごめん、ごめん。ねえ、もう本当にダメなんですから。調子込んでるからですよ、ゆうちゃんが。やばい、これナイスも終わるかも。オッケーオッケー、これ当たって。オッケーオッケー、危ねえわ。ちょっとやらかしたと思ったナイスも。ヒルさん、オッケーオッケーですよ。あと僕も助けてもらっていいですか。ヒルちゃんはそのままの方がいいですよね。オッケー、25個になった。はい、あとは逃げるが勝ちです。今ちょっと危なかったね。ヒルちゃんが弱いですよ。ヒルちゃん、もうヒルさんも弱いよ。僕弱くなるんですよ。皆さんも危ないな、これ。金の鮭意外ときついんじゃないの、これ。鮭っていうか熊武器。それうなちゃんが使ってるからです。
あ、またジムだよ。僕がジム使ったら超強いですよ、ね、ほら、こっちですよ。ね、姉ちゃんが遅い。分かってるよ。ひろさん、それ弓？これ、僕弓です。弓強い。あれ倒したい。弓強いですけど。強い。今チャージャーさん、チャージャーさんと一緒にやっつけました。なんか瞬間移動してるでしょ。死んだんだけど。そうやってまたすぐそうやって言うんですから。瞬間移動してやられました。はい、倒しておきます。これヘビヘビヘビ。頑張れ。今ねプレッサー倒してるから。じゃあヘビ倒してこれ。僕追われてるから。ナイスナイス。今戻ってくる。いや俺ザコ処理した方がいいんだから。はい。俺弱いの倒した方がいいんだから。弱いの倒しつつですよ。はい。なんか今日、あれだね、師匠みたいな。僕が師匠だからですよ。それはないよ。はい、あ、そうだろ。どちらかというと弟子だよ。違いますけど、僕のがうまいんです、今日は。今日は？あれ、僕、今いくら持ってなかった。自分が持ってるか持ってないか確認してもらっていいですか。俺今雑魚処理してるんで。あちゃん、雑魚処理ってもううなちゃんにしかできないですよ、それ。そうですよ。うなちゃんが雑魚なんですから。何雑魚は雑魚。はぁ、何笑ってんだよ。何ゲラゲラ笑ってんだよ、この。雑魚は雑魚なんですから。なんか、失礼じゃないけど。失礼ですよ、うなちゃんに。病気悪いタイプだ。そうですか。人かどうかもわかんないし。この人、あれだ、病気悪いタイプだ。そうですよ。うなちゃん、上向きなさい。上を向きなさい。こっちです。後ろ。え、船の上ですよ。は、本当にもう気づかないんですからね。起きた僕のワイパー存在感がなかったんで。あ、今度ヒロさんそれか。なんでうなちゃんワイパーで僕これなんですか。もう僕見せらんないでしょ、いいとこ。え、でもこれ落ちてくれて倒してるじゃん。投げておくからさ。はい、頑張って。うい、僕違う。ボーナスタイムだね。ボーナスタイムですけど、こんだけ喧嘩した後に言うのもなんだけどさ。はい、ヒリオさんがいた方がやりやすいよ。そうですよ、だって僕本当に今日ずっとやってて強くなったんですから。うまいわ、やっぱうまいですよ、僕。ヒリオさんずーっとシャケとできないもん。ずーっとシャケと向き合ってきたんです。これ俺上に投げておくよ。皆さん、このゲートは僕にしかできませんよ、これ。これ、ヒロさんできないんですよ、皆さん。できますけど。できますけど。落ちてきてますよ、あれ。できてますけど。これ、できてますけど。これ、味方もできない。これ、俺しかできないですよ、皆さん。これ、やってますけど。ここはね、狭いから余裕なんですよ。みんなこれ、できないんですよ。これは、うなちゃんが弱いからできないんです。頑張ってください。神様使っておきますね。はーい。投げてきます。味方やられちゃった。なんでやられちゃうんですか。味方言ってください。あ、痛い。こっち来たんですけど、うなちゃんの。倒して倒して。下のやつワイパーで倒している。ようなことにして上投げとくから、俺の得点で。あー、ミスった。みんな来ちゃいましたよ、うなちゃんのせいで。はい、投げとくから入れといて。あー、ミスった。俺もミスることがありますよね。ほら、これね、魚投げるとね、今誰も入れてく。あ見られてるぞ、ヒロさん。誰かに、誰に。こっちのワイパーじゃん、俺以外。何も外れた。うなちゃんだけですよ、実は。いいな、なんかみんなワイパー楽しそうだった。いいな。